ヘレンビアトリクスポッターは、ピーター・ラビットの生みの親として知られる、イギリスの絵本作家。ビクトリア時代の上位中3階級に生まれ、遊び相手も少ない孤独な環境で育つ。教育は家庭で行われ、生涯学校に通うことはなかった。幼い頃から絵を描くことを好み、多くのスケッチを残している。様々な動物をペットとして飼育し、キノコにも、 興味を持ち学会に論文を提出したこともあった。絵本作家としての原点は、1902年に出版されたピーター・ラビットのお話で、これは元家庭教師の子供に描いて送った手紙が元になっている。39歳で婚約するが、わずか1ヶ月後に婚約相手が死去する。その後、たびたび絵本にも登場する地方において念願の農場を手に入れ、 47歳で結婚した。結婚後は創作活動も少なくなり農場経営と自然保護に努めた。死後、遺界はヒルトップに散骨されている。創作活動の期間は十数年と長いものではなかったが、ピーター・ラビットの絵本シリーズは児童文学の古典として世界各国で親しまれている。持ち前の観察力により生き生きとした動物を描き、 優れた絵と文で構成された作品の裏側には、ポッターの束縛と抑圧からの解放、自由への憧れが込められていると見る者も,もいる。自身のプライバシーを守ることに厳しく、散骨場所は夫にさえ教えなかったため不明となっている。関連商品の販売を提案、積極的な著作権の管理などを実際化としての一面も持つ。湖水地方特有の羊。 ハードウィック種の保護、育成に尽力し、羊の品評会では数々の賞を獲得するなど畜産家としても成功を収めた。生前から設立されて間もないナショナルトラストの活動を支援しており、遺言によりナショナルトラストに寄付された土地は4000エーカー以上であった。母親のヘレンと幼い頃のビアトリクス、父親のルパートによる撮影。 ヘレン・ビアトリックス・ポターは1866年7月28日にロンドンのサウス・ケンジントン、ボルトン・ガーデンズ2番地において、シチルパートと母ヘレンの長女として生まれた。当時は産業革命が起こり、イギリスは世界の工場と呼ばれた時代であった。ビアトリックスはこの時代に対頭してきた上位中3階級の裕福な家庭に生まれている。 父方の祖父であるエドマンドは世界最大のキャラコナス専工場の経営者であり、国会議員にもなった人物であった。母方の家系もモメンデザインを成しており、ビアトリクスが生まれた頃は5人の使用人を雇っており、さらに幼いビアトリクスのために新しくウバを雇い入れている。ビアトリクスのファーストネームは母親と同じヘレンであったため、彼女はセカンドネームのビアトリクスで呼ばれ、 親しい者には、BE と呼ばれていた。父親のルパートは、法廷弁護士の資格を取得していたが、弁護士としての仕事は、一切せずに、紳士クラブに通い、趣味に明け暮れる毎日であった。父は当時実用になり始めた写真を趣味としており、このおかげで幼い頃のビアトリクスの写真も、残されている。また、オフィリアで著名な画家ジョン・エヴァレット・ミレーとも親しくしており、 ミレイのために背景用の風景写真やモデルの撮影を行っている。ミレイが自身の孫を描いたシャボン玉はルパートの写真を参考に制作されている。ビアトリクスは少女の頃ミレイに絵を見てもらったことがあり、ミレイはポターに対し絵の描ける人間は多いが、あなたと私の息子ジョンには観察力があると評価している。両親は共に キリストの神聖を信じないユニテリアン派、キリスト教徒であった。そのためクリスマスは寂しくつまらないものであったようで、ケのクリスマスを羨む描写が、ポターの日記に存在する。ロンドンにあった四階建ての聖火は、第二次世界大戦の時に爆撃を受けたため、破壊されてしまい、跡地にはバウスフィールド小学校が建っている。ビアトリクスは、ウバと家庭教師によって教育され、 4階の子供部屋から、会花の両親に会いに来るのは特別な時か、おやすみなさいを言う時だけであった。親が認めないこと遊ぶことも許されないため、ィアトリクスは、弟のバートラムが生まれる5歳までは、遊び相手が存在しなかった。しかしこれは、当時の中流階級の家庭では特段珍しいものではなかった。両家の女児は学校へは行かず。 家庭教師によって教育が行われることが一般的であり、ポターもまた例外ではなかった。一度も学校に通わなかったポターであったが、後年学校に行かなくてよかった。行っていれば独自性が潰されてしまっていただろうと述べており、学校に行けなかったことを後悔する節はない。少女時代は飼っているペットを観察し、スケッチに残すか、他の何かの絵を描いていることが多かった。 孤独で変化に乏しい毎日であったがポターは従順にそれを受け入れている。しかし、成長するにつれ抑圧された自我はハケ口を求め、15歳から31歳まで独自の暗号を使った日記に日々のことを書き綴っている。どこかに出かけた話や誰かから聞いたジョーク出会った人物の批評、時事問題など様々なことが記されており、 非常に細かなところまで詳細に記されており、ポターが若い頃から鋭い観察眼を持った女性であったことがわかる。この暗号日記は、ポターの死後10年以上も解読されずにいたが、1958年にレズリー・リンガーが解読に成功しており、それまで不明だったポターの若い頃のことが一挙に明らかになっている。日記の内容はわざわざ暗号にするほどのものではなく、 なぜ暗号を使ったかについては、様々な考察があるが、クマ熊陽子や林カリは、抑圧された環境で自我を形成していく上で、秘密を持つことそのものが重要だったのではないかと、している。1882年の秘書地として利用された、レーカースル・ポター家は毎年夏になると、スコットランドの秘書地へ行き、3ヶ月から4ヶ月ほど過ごしていた。しかし、 1882年に秘書地のオーナーが代わり家賃を値上げしてきたため、新しい秘書地を探すこととなった。一家は、スコットランドを諦め、イングランド北部の湖水地方、ウィンダミア湖の湖畔に立つレイカーするという城のような大きな屋敷を借りることにした。これが後にポターと深いつながりを持つ、湖水地方との最初の出会いとなった。作家として、また自然保護運動家としてのポターに、 大きな影響を与えたハードウィック・ローンズリーにもこの時に出会っている。社交的な父、ルパートは常に客と会話を楽しんでいたが、その中に地区の教区牧師であったローンズリーもいた。ローンズリーは牧師を務めるうちに、湖水地方の美しい自然を愛するようになり、ナショナルトラストの前身である湖水地方防衛協会を準備しているところであった。18世紀に始まった、 産業革命が自然の破壊をもたらし、これに危機感を持った人々が自然を保護し、次世代へ伝えようとする運動が起こり始めた時代であった。ローンズリーも危機感を持った人間の一人で鉄道の敷設や大型四輪馬車道路の建設などに反対運動を起こしていた。ローンズリーが語る自然保護の理想にポターは賛同していった。父ルパートも大いに共感し、 あとの1895年にローンズリーラが設立したナショナルトラストの第1号就寝会員となっている。ポターは幼い頃から自分の部屋でペットを飼い、動物たちを観察し、スケッチに残してきた。時には死んだ動物を解剖したり剥製にして骨格を観察することすらあった。博物館に奇化石のスケッチも多く残したが、ポターが特に興味を惹かれたのは金類。 キノコであった。当時のイギリスでは各家庭に顕微鏡が存在するほど一般市民の間で博物学の大流行が起きていた。女性の高等教育はまだ一般的ではなく、ようやくその必要性が認められ始めた時代であったが、女性がキノコの観察やスケッチを行うのはそれほど珍しいことではなかった。ポターはキノコの精緻なスケッチを描き続け、 おじにあたる科学者、ヘンリー・ロスコーの計らいにより、ついには、旧王立植物園で自由に観察、研究できるようになった。他の研究者も、ポターを歓迎していたが、ポターが、講師の培養に成功すると態度は突然冷たくなっていった。アマチュアとしての研究ならば女性であっても認められていたが、大多数の専門家は、ポターのようなアマチュア研究者が自分たちの領域に、 入り込むことをうどましく思っていた。王立植物園から阻害されたポターは、ロスコーの勧めもあって1897年に、原竹族の放射発生について、ミスヘレン・ビー・ポターと題した論文を、ロンドンディンネ学会に提出した。しかし女性が学会に参加することは認められず、論文は植物園副園長が代理で読み上げた。 一説にはタイトルだけしか読み上げられなかったとも言われている。ポターは日記にその無念さを書き残している。ポターはその後もキノコの研究を続けたが、やがて研究からは遠ざかっていった。ピーター・ラビットの野長の著者、アンス・チーブンソン・ホップスは1900年以降には、キノコがスケッチにほとんど登場していないと指摘している。もし、こうした事件が起こらなければポターは研究者として、 なお残したかもしれず、ピーター・ラビットも生まれなかったという者も,もいる。彼女が残した絵は、死後の1967年に発行された、ロボート森林の菌類に総画として使われている。1997年の4月に、輪廻学会は、性差別があったことを公式に謝罪した。1901年に発行された、鹿版、ピーター・ラビットのお話ポターが、自身の作品で、 初めて収入を得たのは、ポターがまだキノコに夢中になっている頃の1890年であった。印刷機の購入資金について難儀していたポターは、おじのロスコーに相談し、親族らに送っていた、クリスマスカードを販売するよう助言を受けた。ポターは、ベンジャミン・バウンサーと名付けたペットのベルギーウサギを、モデルに6枚のカードをデザインした。出版社に持ち込んだ絵は一社には断られたものの、 次の出版社は、ポターのイラストにその場で6ポンドを支払った。結局、ポターの作品は、クリスマスと新年用のカード、それとフレデリック・ウェザリーの刺繍、幸せな二人連れの差し絵として使われた。ポターは、この結果を喜び、モデルとなってくれたベンジャミンに朝飲みをカップ一杯与えている。自信をつけたポターは、出版社数社にスケッチや小型本を送ったが、これは、 出版には至らなかった。ポターの最初の本、ピーター・ラビットのお話は、子供に宛てた手紙がきっかけとなって出版された。ポターは自分の元家庭教師、アニー・ムーアとその家族と親しくしており、たびたび、ムーア家の子供たちに絵手紙を送っていた。1893年9月4日には、アニーの5歳の男の子ノエルに、ウサギの話を送っている。ノエル君あなたに、 何を書いたらいいのかわからないので、4匹の小さい、うさぎのお話をしましょう。4匹の名前はフロプシーに、モプシーに、カトンテールに、ピーターでした。ヘレン・ビアトリックス・ポター・ポターは、アニーの勧めもあり、これらの話を本として出版することに決め、親しくしていたローンズリーに出版について相談した。ローンズリーは試作などの創作活動も行っていた。 ことから出版社に顔が広く、ポターの作品は彼が紹介した出版社少なくとも6社に持ち込まれた。ポターは小型本での発行を望み、また子供が購入できるよう安価にしたいと考えていたが、それは出版社の望むところではなく、出版の承諾は一つたりとも得られなかった。ポターは自費出版することに決め、1九百一年十二月十六日に、 初版250部が完成した。完成したピーター・ラビットのお話は、知人や親戚にクリスマスプレゼントとして送り、残ったものは一冊一シリングに郵送料を加えた価格で販売した。この小さな本は評判となり1、2週間で売り切れてしまった。購入者にはアーサー・コナンドイルもおり、内容について高い評価を与えている。追加で200部が増刷され、 その後一部国を改め表紙の色を変えた1902年2月版を発行した。ローンズリーはこの間商業的に出版できる会社を探し出そうとしており、ポターの3文を自身の陰文に改めて出版社に持ち込んでいた。ローンズリーの持ち込んだフレデリック・ウォーン社は絵本作家のレズリー・ブルックに相談し、成功間違いなしとの返答を得ると、 ピーター・ラビットのお話の出版を引き受けることとなった。ただし、因文から三分に戻すことと、差し絵を三十点に絞りすべてカラーにすることが条件であった。1902年10月2日、ピーター・ラビットのお話の初版八千部が発行された。初版は1シリングの厚紙想定版と1シリング6、ペンスのクロース想定版が存在した。八千部は予約で、売り切れ。 年内に2度増殺し、1903年末までには5万部を売り上げる結果となった。ウォーン社はアメリカで出版する際に判権を取らなかったため、1904年には海賊版が出回る事態となっている。ポターは、アニーの別の子供に、下手屋の話をクリスマスプレゼントとして送っていた。ポターはこの話も本にすることに決めたが、まだ、 ピーター・ラビットのお話の結果が出ていないことと、自分の望む形の内容で出版したかったことから、またも、自費出版で出すことに決めた。1902年5月に、グロースターの下手屋は500部印刷された。ウォーン社は内容に少し手を加え、第3作目のリスのナトキンのお話とともに1903年に出版した。これ以降、およそ年に2冊の割合で、 ポターの作品がウォーン社から出版されるようになる。フレデリック・ウォーン社は創業者の息子3人によって経営される家族経営の会社であった。ポターと連絡を取り合っていたのは一番下のノーマン・ウォーンであった。ノーマンとは毎日のように手紙のやり取りを交わしており、ウォーン社にもたびたび出向いていたため、ポターはウォーン家と親しくなっていった。 ポターにとって実家は窮屈で居心地が良くなかったことも、ウォン家に親しみを感じる一員となった。次第にポターとノーマンは、お互いに惹かれ、会うようになり、ノーマンが営業で会社を離れているときは、ポターはアウォン社と、まともに連絡を取り合おうとしないありさまだった。二人の親密さは深まる一方であったが、ポターの母ヘレンは心よく思ってはいなかった。 二匹の悪いネズミのお話に登場する人形の家をスケッチするため、ノーマンとポターは二人で出かけることを計画したが、ポターの母親は二人だけの外出を許そうとはせず、結局スケッチは写真を見て行うことになった。母親の束縛に落胆するポターであったが、本の売れ行きは順調であったのでいつか自立できるに違いないと将来を明るく考えてもいた。 1905年7月25日のオマンからポターへ結婚を申し込む手紙が届いた。無論ポターはこのプロポーズを喜んだが、ポターの両親の反応は全く違うものであった。両親は自分たちの娘が商売人と結婚するようなことを認めなかった。自分たちの先祖も商人であったにもかかわらず、家の格が違うことを気にしたのである。しかし、ポターも当時39歳であり、 決意も固く、両親の反対を押し切りプロポーズを受けることにした。ただし両親が条件として出した、婚約のことはごく限られたものだけにしか知らせず、ノーマンの兄弟にも知らせないという約束を守らねば、ならなかった。ところがプロポーズの手紙から1ヶ月後の8月25日、ノーマンは、リンパ性白血病のため37歳でこの世を去った。 ポターは悲しみに暮れたが秘密の婚約であったため、誰にもその胸の内を明かすことはできなかった。ニアソーリーのヒルトップ農場フィアンセを失ったポターであったが、思い切って湖水地方のニアソーリーにあるヒルトップの農場を購入することに決めた。以前に湖水地方に来た時からニアソーリーを気に入っており、いつか物件を購入したいと願っていたのである。また当時の日記には、 農場での仕事がノーマンの死の悲しみを癒してくれると記されている。この頃の作品には、湖水地方に実在する建物や人物がたびたび登場する。子猫のトムのお話では、ヒルトップの家や庭が舞台となっている。絵本は、順調に売り上げを伸ばし、印税収入も着実に増えてくると、ポターは、ナショナルトラストを支援するため、湖水地方の土地や建物を購入していった。 不動産の購入だけでなく、水上飛行機の飛行場ができるという噂が立った時は、抗議文を雑誌へ投稿したり、建設反対の署名運動も行っている。こうした自然保護活動のために購入した土地や建物が増えると、その管理には弁護士が必要となりポターは、ウィリアム・ヒーリスという弁護士に売買契約や、初手続きを依頼することにした。ヒーリスは、 ポターの自然保護運動に共感し、不動産取引のやり取りが増えるにつれ二人の仲は深まり、ついに1912年6月ヒーリスはポターに結婚を申し込んだ。結婚について聞かされたポターの両親は、またしても格の違いを理由に結婚に反対した。この時ポターは46歳であった。困り果てたポターを救ったのは弟のバートラムであった。 スコットランドで農夫として生活していたバートラムは、実は11年前に結婚しており、それを初めて家族に打ち明けたのであった。娘の結婚に対する反対はやがて弱まり、1913年10月15日に、ウィリアム・ヒーリスとビアトリック・スポターは、ロンドンにあるセント・メアリー・アボット教区教会で結婚式を挙げた。結婚の慌ただしい時期に作られたのが、 小豚のピグリンブランドのお話である。この作品はポターには珍しく男女の愛が描かれた作品となっており、ポターは友人への手紙でこの作品のモデルは私たちではないとわざわざ断りを入れている。しかしながら多くの者はこの作品をポターの幸せな日々と重ねて見ている。ビアトリクスの結婚から1年も経たない1914年5月8日に、 父のルパートが亡くなった。父親はガンに時間しポターは見舞いのため4ヶ月間で8度も実家とニアソーリーを往復している。残された母親のためポターはニアソーリーに新たに家を借り入れている。また4年後の1918年には最愛の弟バードラムが農作業中に脳一血で死去している。ポターはこの悲しみをローンズリーに手紙で綴っている。 ポターとウォーン社とのやりとりは続いており、ノーマンの代わりに一番上の兄弟ハロルドがポターを担当していた。ハロルドとは作中の言葉をめぐって対立するなど、ノーマンほどの信頼関係は築けず、またウォーン社から金銭の支払いが滞ることがたびたび起こっていた。支払いが滞っている原因はハロルドにあった。彼はウォーン社とは別に漁業会社も受け継いでおり、 その運営のためにウォーン社の資金が流用されていた。ハロルドは資金調達のために詐欺も働いており、1917年に偽造罪で逮捕され出版業から追放されてしまった。ウォーン社の経営は次男のフルーイングが取ることとなったが、ウォーン社は今にも倒産の危機にあった。ポターはアプリーダプリーのわらべ歌、子猫のトムの塗り絵帳を提供し、 ウォーン社の再建を手助けしている。ポターはニアソーリーでの農村生活を楽しむ一方、創作活動への情熱は失われつつあった。理由の一つには目が悪くなったこともあった。ニアソーリーに電気が通ったのは1933年のことで、それまでポターは目に負担のかかるろうそくやランプの明かりで制作を行っていた。また、農場経営にやりがいを見出したのも、 理由の一つであったかもしれない。そのような中、ニューヨーク公共図書館の児童図書責任者であり、児童文学評論家でもあるアンキャロル・ムーアの来訪は、ポターを喜ばせた。ポターの作品は売り上げこそ良かったものの、その文学的評価はイギリスでは、まだ高くなく、権威ある立場のムーアが評価してくれたことはポターに、とって大きな喜びと創作活動への刺激となった。 新しいアメリカの友人ムーアとの出会いは、セシリパセリのわらべ歌の制作再開へとつながり、この本は1922年に出版された。1929年には、ポターはアメリカの出版社、デイビッド・マケイの要請に応えて、要請のキャラバンを出版した。かやの外に置かれた、ウォーン社は、不満を募らせ、次回作の、小豚のロビンソンは、 アメリカ・イギリス両方で発売されることになった。1932年には妹案が、また、アメリカのみで出版されたが、総画は、キャサリン・スタージスが担当した。この作品は、ポター自身も子供向きとは思っておらず、友人のアンキャロール・ムーアも適厳しく批評している。この年の冬に、母親のケレンが93歳で亡くなっている。 メスのハードウィッグ種1924年には2000エッカー以上の広さを持つ大農場トラウトベックパークを購入した。ポターはこれ以外にもニアソーリーに3つの農場を所有しておりこの地方の大地主となった。ポターはトムストーリーという羊飼いを雇い、1927年にヒルトップ農場の管理と品評会に出す羊の世話を行わせた。 ヒルトップの農場には、湖水地方原産のハードウィック種が飼育されていた。ハードウィック種は、個体数が減少しており、それを憂慮したローンズリーは1899年に、ハードウィック種免用飼育者協会を設立し、保護に努めていた。ローンズリーを敬愛していた、ポターも、ハードウィック種の保護、育成に取り組んでいった。品評会では、毎年数々の賞を勝ち取り、 あとの1943年にポターはハードウィック種免用飼育者協会の次期会長に選出されている。ポターは就任前に死去してしまったが就任していれば初めての女性会長となっていた。ポターは小さな頃から体が弱く20代にはリュウマチも患っていた。心臓も弱く晩年には少女の頃にリュウマチ熱を患ってから私の心臓は 一度も正常だった試しがないのですと述べている。1938年には10日間入院することになり、その3ヶ月後には子宮摘室の手術を受けている。術後の経過は順調で、ガールズガイドに77歳の誕生日を祝ってもらうこともあったが、1943年の11月からは、帰還支援にかかり、病床に付した。 1943年12月22日、四季が近いことを知ったポターは、トム・ストーリーを呼びつけ、自分が死んだ後のことを託した。ポターは、その晩に亡くなった。異界は、ポターの遺言通りに、ストーリーが、ヒルトップの丘に散骨した。ポターの財産のほとんどは、夫のウィリアムに残され、フレデリック・ウォーン社の株は、ノーマンの老い、フレデリック・ウォーン・スティーブンズに依存された。 ポターの著作権や印税も、ウィリアムの死後は彼に譲られることになった。湖水地方の4000ウェーカー以上の土地と15の農場、そして建物はナショナルトラストに寄贈された。ポターが初めて購入し、最も大事にしていた場所ヒルトップは現状を維持し、貸し出しをしないよう言い残している。散骨した場所はポターが秘密とすることを望んだため、不明となっている。 ビアトリックス・ポーターは、ルイス・キャロルを除けば、その人物像や作品に対し研究が最も行われた児童文学者である。学術団体であるビアトリックス・ポーター学会、ザ・ベアトリックス・ポッター・ソサイティは1980年に設立されている。先駆的な研究を行ったものとして、マーガレット・レインとレズリー・リンダーが挙げられる。レインは1946年に、 最初のポターの伝記、ザ・テール・オブ・ベアトリックス・スポッターを表した人物である。また、1978年に発行された、ビアトリックス・スポッターの生涯の著者でもある。リンダーは、ポター作品の書史的研究や、資料の収集整理、そして、暗号日記の解読など、後のポター研究の礎を築き上げた。リンダーはもともと、 エンジニアとして、滑車装置の設計などを行っていたが、ある時協会の自動と書室の管理を任されたのを機に、ポター研究を開始した。リンダーが解読した日記は、ポターの管財人や出版社、また、リンダー自身により、出版するには、好ましくないと考えられた部分が削除されている。この削除については、断りがきもなく、ほとんどのジョークが削除されたことで、 ポターのユーモアセンスが見えなくなっていると、後に、ビアトリクス・ポター学会の代表を務めた、ジュディ・テイラーからの批判も出ており、テイラーはこれを補った、改訂版を1989年に出版している。また、テイラーは、ポターの電気を執筆する際に、レインに連絡を取り未公表の資料を確認したが、レインの返信によれば新資料はこれ以上、存在しないということであった。 しかしテイラーが調査するにつれ、ポターと過ごした人物たちに、聞き取りが行われていないことや、ボーン社に残されていた手紙が見逃されていたことが、明らかになっていった。これらの事実からテイラーは、結婚と同時に、絵本作家としての、魔法の年月は終わったというレインの見解を、ビアトリックスの創作の魔力は、依然として失われていませんでしたと否定している。日本における研究では、 ビアトリックス・ポーターが開発の日本人会員となった吉田真一が著名である。また、大東文化大学は、英米文学科が中心となって、ビアトリックス・ポーター資料館を運営している。2014年には、大東文化大学の河野義秀の研究により、ポターは、少女時代に2代目、歌川広重の絵で本、初色画通り3編の表紙や、 浮世絵の模写を行っていることが明らかとなったが、作画に及ぼした影響は不明である。ビアトリックス・ポターと、父・ルパート、弟・バートラム・ポターは、母親とは、その最後まで疎遠な関係であったが、父親との関係は良好であった。父のルパートは若い頃、法律の勉強の合間に気晴らしで絵を描くなど、絵画にも強い興味を持っており、幼い頃のポターに影響を与えたと思われる。 弟のバートラムは幼い頃は遊び相手として、また結婚を後押ししてくれた大事な家族であった。弟が姉より先に死んでしまったことについて、その悲しみをローンズリーへの手紙で綴っている。ポターは、独立心が強く、親に縛られていた時期は、陰鬱とした生活だったようで、ポターは、後年になって、成果のことを、私に愛されたことのない成果と呼んでいる。抑圧された。 生活の中でポターは数々の名作絵本を作り出したが、結婚して独立してからはヒーリスプ人と名乗り、他人からもそう呼ばれることを望んでおり、イノクマはビアトリクス・ポターの名前を惜しげもなく捨てたと表現している。マーガレット・レインはただ名前が変わったのではなく、両親から自立し別の人間になったことの証だろうと述べている。 ポターはプライバシーを守ることに関しては徹底した人物であった。マーガレット・レインがポターの電気の執筆許可を得るため手紙を書いた時は非常に素っけない返事が返ってきたという。ポターの死後、改めて夫のウィリアムに連絡を取ったレインは、ウィリアムは電気の執筆を許可することが妻への裏切りになると考えているようだったと述べている。近所に住んでいた者の話では、 ニア・ソーリーの家には隠し階段があり、好奇心で自分に近づく人間が玄関に来ると隠し階段から逃げ出していたそうである。ナショナルトラストへの寄付も匿名で行っていることが多く、手違いにより寄付者の名前が公表されてしまった時などは不快感をあらわにしている。ポターの遺体は羊飼いのトム・ストーリーによってヒルトップの王城に巻かれたが、その場所は秘密とされ、 たとえ夫のウィリアムであっても教えてはならないと言いつけている。ポターはイギリスの批評家とはほとんど手紙のやり取りをしたこともなくアメリカの友人にあてた手紙ではアメリカと違いイギリスでは児童文学が軽く見られていると書いている。アメリカからファンが来訪すると喜んで迎えたが、詮作好きなイギリス人に対しては敵のように追い払うという評判まであった。 カルアシチミーのお話は、アメリカの読者を喜ばせるために書かれ、イギリスに存在しないクマやアメリカハイロリスが登場する。ポターは筆まめな人物で、知人やファンの子供たちに多くの手紙を書いている。ピーター・ラビットのお話は、手紙に書いた話から生まれたが、他にもいくつかの作品が手紙でのやりとりから生まれている。ジェーン・モースの、ベアトリックス・スポッター、S アメリカンズや、 ジュディ・テイラーのベアトリックス・スポッター・エス・レターズにはそうしたたくさんの手紙が収められている。テイラーがベアトリックス・スポッター・エス・レターズを執筆するにあたって収集した手紙は1400通余りであった。これだけの数の手紙が保存されていた理由には電話のない時代であり。 ポターが手紙を書くことを好んだのも一つの理由であるが、受け取った人間が大切に保存するほどポターの手紙が魅力的であったことも大きい。口述するようにポターが子供嫌いだったかについては議論があるが、佐久間由美子は子供のことを相当好きでなければ、ここまではできないだろうと述べている。ポターには子供がいないため、子供が嫌いだったとよく言われていた。 当時子供だった近所に住んでいた女性は、飛んでいったボールを取ろうと石垣をよじ登っていたところ、おてんば娘、と叱られた話を紹介している。また別の男性は、特定の子供、特に女の子しか、可愛がらなかったと述べている。都市部からキャンプにやってくる、ガールガイドには優しかったようで、こうした違いを、でのひろこは、しつけの良くない村の子には厳しく、 ポターと同じ窮屈な環境で育った子には優しかったのではないかと述べている。一方、ヒルトップの王城を購入してから1年ほど経った頃に執筆された子猫のトムのお話の検事は全てのいたずら坊主に特に我が家の塀の上に飛び乗るいたずら坊主たちへと近所の子供たちへ捧げられている。この本はやんちゃな子猫たちとそれを競技よく 振る舞わせようとする母猫が登場し、言うことを聞かない子猫たちのせいで、母猫が恥をかく話である。吉田慎一は、ポターは、子供というものは、大人の言うことを聞かないものだとわかっており、作中でも母親の振る舞いを風刺して、笑いものにしているのだから、やはりポターは、子供の味方だろうと述べている。電脳も、自分と違い自由に飛び回る、子供たちに、 ポターは羨ましく思いながらもどう接していいかわからず、厳しい態度に出てしまったのかもしれない、ともしている。また、ポターは子供たちの期待を裏切らないためにウサギを常に飼っていたという。ポターは幼い頃からウサギ、ハツカネズミ、ハリネズミ、リス、カエル、トカゲ、ヘビ、カメ、コウモリなど、ちょっと変わったものまでペットとして飼い、よく観察し、スケッチに残している。 こうしたペットたちを非常に可愛がり、ハツカネズミのハンカマンカが、シャンデリアから落ちて死んだ時は、自分の首が折れた方が良かったとまで言っている。こうした動物たちへの愛情とは別に、農場経営者の顔も持ち、動物たちを出荷する時期が来ると、非常とも言うべき態度で、動物たちの選別を行ったという。親しくしていたローンズリーが、共同設立者であったことから、 設立間もないナショナルトラストには、生前から積極的に支援を行っている。ニアソーリーは、生前に、ポターによって、多くの土地が購入されており、死後ナショナルトラストに寄贈されたため、当時の風景が保存されている。1929年には4000円間の土地が売りに、出されたが、ナショナルトラストは、世界恐慌のため寄付が集まらず、資金不足に陥っていた。ポターは、 ナショナルトラストに寄付するため、これを一括で購入している。また、文化の保全にも尽力し、廃れていたカントリーダンスが再流行するきっかけもポターにあったという。死後は、その遺言により4000ウェーカー以上の土地をナショナルトラストに寄贈している。ポターは、町ネズミ、ジョニーのお話にもある通り、都会よりも田舎を好んでおり、 ポターにとって都会であるロンドンは束縛の象徴であり、ニアソーリーは人格的独立の象徴であったと、イノクマ陽子は考察している。また、ポターの自然保護運動は、幸せな結婚生活と創作活動を支えた、かけがえのない場所を守る行動だったと述べている。ポターは、ピーター・ラビットの関連商品を提案したり、積極的に著作権の管理に関わるなど、 実際家としての一面も持っていた。当時はやっと女性の社会進出も始まった頃であり、ポターのように、小取引に自ら乗り出して交渉時を行う女性は、滅多に存在しなかった。ウォーシ社とピーター・ラビットのお話の出版契約を結ぶときには、判件がどちらに帰属するか、自ら確認を行っている。また、弁護士であった父の名前を出しながら、交渉に当たっており、 案にごまかしが効かないことをほのめかしている。ただし、チチルパートは弁護士の実務をこなしたことがなく、ポターが商売に携わることにも反対であっただろうと思われる。ピーター・ラビットのお話が発売されて2年後の1903年には、ポターは人形の販売を提案し、試作品を自らの手で作り上げている。この時は製造業者が見つからず販売までは至らなかったが、 ロンドン特許局に衣装登録も行っている。他にも、ピーター・ラビットのボードゲーム、陶器、壁紙、文房具、ハンカチなど様々な商品化を企画している。商品化にあたっては常に、ポターが主導権を握っており、ポターは女性企業家のパイオニアだったと評価する声さえある。ポターの創作活動は十数年であり、36歳から47歳。 までの期間に集中している。その長くない時間の中で作り出した作品は、児童文学の最初の古典とも言われ、親子4代にもわたって読み続けられており、子供も大人も魅了し続けている。石井桃子がアメリカの公共図書館で見たものは、観光から50年以上経っているにもかかわらず、児童がまず、ポターの本を手に取る姿であり、ピーター・ラビットというものは、 そこに当たり前のように存在する本であった。猪ノ熊陽子はポターを動物ファンタジーの先駆者と表し、ポターの創作活動が集中した時期をイギリス児童文学史のハイライトと評価している。ピーター・ラビットは英語から様々な言語に翻訳され、2015年の時点では35カ国以上の国の言葉で読まれている。ただし、世界観が本質的に イギリス的であるため翻訳は容易ではないとの指摘もある。ポターの作品を多数翻訳した石井桃子はピーター・ラビットのお話を自身の代表作としているが翻訳には苦心しておりできについても全く満足していないと語り満足のいくように外国語に訳せる本ではない気がすると述べている。1912年にフランス語版が発行された時はポターは考慮すべき点として 俗語は使わず口語であること、無理して英単語に合わせないことを挙げている。1994年にバン・ピーター・ラビットのお話初版がオークションに出された際は、その評価額は2万ポンドであったという。ポター自身は、ピーターの長年の人気の秘密はどうもよくわかりませんが、多分彼や仲間たちが生きることにせっせと励んでいるからなのでしょうと述べている。 また1905年にフルーイングオーン夫人に宛てた手紙ではピーター・ラビットのお話は誰かに頼まれて書いたのではなくもともとは身近な一人の子供のために書いたものだからこそ成功したのだろうと述べている1936年にはウォルト・ディズニーからアニメ化の話もポッター本人に持ち込まれているがこの時は長編のアニメーションにするとボロが出るとして断っている日本でも ポターの作品は、人気が高く、本国、イギリスやアメリカに次いで人気があると言われている。大和田によれば、英語以外の言語で、すべての、ピーター・ラビットの絵本が読めるのは日本語だけである。しかし、吉田真一は日本語に堪能なイギリスの知人から、英語版ではユーモアが感じられる部分も、日本語版ではユーモアが感じられなくなっていると不満を、聞かされたという。イラストポターが描く。 動物たちは擬人化され日本足で立ち上がっており、内容も人間社会と同様の世界が描かれている。その反面、本物の動物らしさも十分に残されている。服を着た動物のキャラクターは、ピーター・ラビットが登場した20世紀にはすでにありふれたものとなっており、それ自体は当時から珍しいものではなかった。しかし多くの動物を擬人化した作品では、 あたかも人間が動物のマスクを被っているかのようであり、動物が人間のように振る舞っているポターの作品とは大きく異なっている。吉田真一は、擬人化された彼女のウサギは、ウサギ性を存分に発揮していると述べ、また、半分動物、半分人間と表現している。また、必要以上に動物を可愛らしく描くこともなく、徹底的な観察から写実的に動物を描いている。 ハリネズミの観察からは、島民は動物自身が制御しており、気候の変動によって起こるものではないと、当時信じられていた説を覆す推測まで言っている。ある時は首を切り落としたマムシがのた打ち回るのを2時間も観察し、マムシというものは本当に美しいと述べている。吉田はポターが、 自然の美しさに感動する美的感覚と科学者の目を持ち合わせていたと述べている。マーガレット・レインは、ポターは科学者の目と、その動物の習性を翻訳し物語に取り入れる、私的才能を持っていたと評している。また、愛らしいキャラクターとは裏腹に、お前たちのお父さんはあそこで事故にあって、マグレガーさんの奥さんに、肉のパインにされてしまったんですに代表されるように。 現実的でシビアな話が多いのも特徴である。ポターの作品は水彩で描かれているが、子供の頃にはポターは油絵も習っている。しかし、ポターは油絵のレッスンを自分にとってマイナスになるのではないかと思うほどに嫌がっている。イノクマヨコはポターの残した作品を見て、ポターは油絵には向いていなかったのではないかとしている。 ポターは幼い頃からいくつものスケッチを描いたが、人物に関するものは少なく、あまり上手ではなかった。ピーター・ラビットのお話を商業出版する際には、弟のバートラムから物語に登場するマグレガーの、花が耳に見えると茶化されており、ポター自身も人物の描き方を学ばなかったと記している。テキストピーターをむ打つバニー氏、ベンジャミン・バニーのお話より、単純で、 簡潔であり、不必要な言葉はどこにもありません。子供の水準で見ようが、大人の水準で見ようが、彼女の文章によって、読者は想像力によって作り出された世界を固く、信じさせられてしまうのです。マーガレット・レインによる評価ポター作品の文章は、簡潔であるが宣伝された文体となっている。これは、シェイクスピアの作品を暗唱したことや、 金帝役聖書を繰り返し読むことで鍛えられていったという。翻訳を行った石井桃子は、ポターの作品は単純で正確、緻密であり、無駄のない極めて単純な文章であり、翻訳に非常に苦労したと述べている。子供に理解しやすい言葉だけで記述されているわけではなく、子供に難しい言葉も作品にはたびたび登場し、批判の対象ともなっている。 ポターはたとえ難解な言葉であっても最適な言葉であれば避けずにあえて使用し言葉の意味は絵で理解できるようになっている。例えば、食い改めるという言葉の意味がわからなくとも絵を見ることでどのような行動なのかを理解することができるようになっている。吉田新一は絵と文が連携、調和して物語が語られていくのが ポター作品の特徴の一つだとしており、例えば、ベンジャミン・バニーのお話では、猫から隠れようとしたピーターとベンジャミンが、カゴの中に閉じ込められてしまい、それをベンジャミンの父が救い出すシーンでは、カゴのところに戻って、息子のベンジャミンの耳を掴んでカゴから引き出し、短い鞭でぶちました。その後で、おいのピーターを出しました。という文章になっているが、絵の中では、 無知で打たれているのはピーターである。これは文で語られているピーターをカゴから出したという話の続きを絵で語っているのである。同じように文字で語られていない部分を絵で説明していく場面は他の作品にいくつも見られる。ポッター作品では絵は単なる文の図解や装飾ではなく絵がサブストーリーを語っていることさえある。 このような絵と文の連携はポターが創始したものではなく、コールデコットにその源流がある。ビアトリックスの父ルパートは、コールデコットのファンであり、家には、絵本の原画が存在した。ジェレミー・フィッシャー・ドンのお話も、コールデコットの、カエル君恋を探しに、の影響を受けたものである。また友人に宛てた手紙でもポターは、コールデコットの作品を絶賛している。背景。 ポターの作品の背景には、ポターの抑圧された少女時代と、そこからの解放を願う思いが存在すると指摘されることが多い。また、三宅教師は、ポターの創作活動というものは、内的葛藤や問題を解決する箱庭両方と同じものだったのではないかと考察している。ポターの作品には、親の言いつけを聞かずに自由奔放に行動する。 子供たちが危険な目に遭う話がしばしば存在する。これは、ビクトリア時代における基本的な子供のしつけである、子供は親の言いつけを守るべしという教訓を表しているように見える。しかし、親の言いつけを聞かなかった子供たちは叱られるわけでも、なくお仕置きを受けてもいない。つまり、表向きは型にはまった教訓話であるが、その裏側にポターにできなかった反抗 冒険を賛美するメッセージが隠されていると考えられている。また、ポターは服装についても不満を持っており、湖水地方で自立するようになってからは、ホームレスに同類と間違われるほど身なりを気にしない生活を送っている。吉田新一はポターにとって、窮屈な服装とは束縛と虚栄の象徴であったと述べている。作中には服を着ない動物も現れるが、それは ポターの衣装哲学を表していると吉田は考察している。ピーターとベンジャミン、ベンジャミンバニーのお話より、ベンジャミンバウンサーをモデルにしたイラストはポターに初めての収入をもたらした。ポターは18歳の頃にロンドンのペットショップでベンジャミンを購入している。ポターはベンジャミンを可愛がり、夏にスコットランドへ3ヶ月間の旅行に行く時も連れて行った。ベンジャミンに紐をつけて、 散歩をするポターの様子が写真に残されている。ベンジャミンは、臆病なくせに猫を追いかけたり、絵の具を食べてしまうようなギだったが、容姿端麗であったという。また、バタートーストと甘いものが大好きで、面白がって、周りの人間が、ハッカー目をあげたことから虫歯になってしまったこともある。ポターが、とても可愛がっていたためか、ピーターラビットシリーズではピーターよりも、活躍の場面は多い。 ピーター・ラビットの絵本シリーズ第一作、ピーター・ラビットのお話のモデルとなった、ベルギーウサギ。ポターによって、ペットショップで、法外な値で購入され、ポターは、ベンジャミン同様、どこに行くにも連れて行き、ピーターにゲーまで仕込んでいた。ピーターはベンジャミンよりは落ち着いた性格であったという。ピーターは、ピーター・ラビットのお話が出来上がる、少し前に死亡しており、 絵のモデルには別のウサギが用いられている。ポターは手元にあった自費出版の一冊にピーターへの追悼の言葉を記している。1901年1月26日、9歳の終わりに死んだ懐かしいピーターラビットの思い出に愛を込めて、まだ非常に幼い頃にシェッパードブッシュのワックスブリッジロードで4シリング6ペンスという法外な値段で彼を買ったのだった。 頭の働きには限界があり、毛皮や耳、足などにも欠点はあったものの、その気質はいつも変わりなく愛すべきものであり、全く優しかった。愛すべき仲間であり、静かな友だった。ヘレン・ビアトリック・スポーター、ピーター・ラビットのお話、英語版ウィキソースにおいて、作品の本文が閲覧可能なものには、ウィキソースへのリンクを英文タイトルに施してある。 ピーターラビットの絵本シリーズ、ピーターラビットのお話、リスのナトキンのお話、グロースターの仕立て屋、ベンジャミン・バニーのお話、2匹の悪いネズミのお話、ティギー、おばさんのお話、パイが2つあったお話、ジェレミー・フィッシャードンのお話、怖い悪いウサギのお話、モペットちゃんのお話、子猫のトムのお話、アヒルのジマイマのお話、ヒゲのサムエルのお話、フロプシーの子供たち、 ジンジャーとピクルズ屋のお話、のネズミチューチュー、奥さんのお話、カルアシチミーのお話、キツネドンのお話、小豚のピグリンブランドのお話、アプリーダプリーのわらべ歌、マチネズミ、ジョニーのお話、セシリパセリのわらべ歌、た、豚のロビンソンのお話、その他の本、ピーターラビットの塗り絵帳、子猫のトムの塗り絵帳、アヒルのジマイマの塗り絵帳、ピーターラビットのアルマナック、妖精のキャラバン、 妹アン、振子の壁掛け、時計、鳩のチルダーのお話、るい猫のお話、ニッペンスドーカのお話本記事に、記載のあるビアトリックスポッターの作品のうち、ピーター・ラビットの絵本シリーズに含まれる作品のタイトル、及びその作品に登場する動物たちの名前の日本語表記は、すべて福音館書店版、ピーター・ラビット全お話集に準拠する。 ウォルター・バートラム・ポター彼も、姉と同様に、ファーストネームが、おじと同盟であったため、セカンドネームのバートラム、または、バーティと呼ばれた。大和田及び吉田によれば14歳からであるが、吉田は役所であるテイラーの後書きでは15歳としている。また初期から手慣れた筆跡であることから、もっと以前から練習していた可能性もある。ビアトリクス・ポターへ。 アイリーン・ジェイ、メアリー・ノーブル、アンス・チーブンソン・ホップスブン、ピーター・ラビットの野鳥、潮の上松分け、福音館、書店、1999年。ISBN4 から834015823。WPK ・フィンドレイ・ベアトリックス・ポッター、ウェイサイドウッドランド・フンギ、ウェイサイドウッドランドシリーズ、フレデリック・ウォーム、ISBN0723200084。 小型本にこだわった理由として、三宅教師は、ポターのミニチュア趣味もあったのではないかとしている。代表作は、カラスのジョーニーノには、金のガチョウの本など、イギリスを旅する35章のように、悪性貧血とされる場合もある。日本語版には存在しない。1994年当時の為替相場は1ポンド、およそ156円。 ピーター・ラビットのお話では最後に、紙連れの戦時薬を飲ませているが、これは、ピーターの体調が悪かったためでお仕置きではない。しかし、この話の印象は強く英語圏の読者には大人に、なってもカモミールティーが飲めない者も,もいるという。当時の典型的な服飾については、ビクトリア朝の服飾を参照1908年に、猫巻き、団子として出版され、1926年に、 ヒゲのサムエルのお話へと解題された。日本ではピーター・ラビットの絵本シリーズに含まれる。ありがとうございます。